こんにちは。メッセージありがとうございます。院の方はいかがですかね。まあ、この1年ちょっとですかね。そしてこれからも続くと思いますけども、まあ今感染症のことがかなりお客様とかね、患者さんの意識に上ってると思いますし、周りの方やスタッフさんもかなりご苦労されてるんじゃないかなと思います。まあ、私はといえばですね、まあ、ご存知のように家族ですくすくと育っております。まあ、基本的にですね、あまり人付き合いがないような暮らしをしておりますので、私の人間関係は YouTube と Facebook が、まあ、本当ほとんどなんですよね。まあ、最近はね、民謡や三味線の慰問もなくなりまして、あ、この前ね、DVD を作りまして、曲を 7,8 曲埋め込んで、でちょっといい感じにまとめたのを DVD にして慰問先に送ったりとかしてるんですよ。そういった形で私たちもね、舞台を降りてオンラインという新しい舞台で勝負しております。これからもね、よろしくお願いします。で、院の方ですけども、お申し出の件、確かに受けたまりました。早速ですね、伺ってですね、まずは外観、それからご許可いただければ、内面の方ね、院内の方とかを撮影してさせていただければなと思います。まあ、それまでは一応ですね、私のテキストデータだけの、要するに文字だけのものになると思いますけども、それでよろしいですかね。やっぱりね、すごく大事だと思うんですよ。そのウェブのコンサルの方が言われたのは最もだと思います。私もご協力させていただくことによって非常に光栄でございます。よく声をかけてくださいました。本当に嬉しく思います。それでは今回はですね、ご挨拶に変えさせていただいて、久々にこの私のね、48歳の顔を晒しましたよということでございます。またお会いできると嬉しく思います。それではご安全に皆さん楽しくお過ごしください。失礼します。